ブロッキン G をお散歩させよう。とろけらの皆さん、こんにちは。とろけろ TV のお時間です。本日は東小金井の僕の自宅からお送りしております。さあ、今日は何をやるかというとですね、20代の方は胸熱、10代の方は興味津々、60代の方は新たな趣味にしてください。じゃじゃん、ミニ四駆でございます。ブロッキン G、 懐かしいですね。今回はミニ四駆を一人で作って、もう明け方の7時ぐらいに完成させて走らせに行きますよ。僕はアスファルトは走らせに行きたいと思いますよ。ということで早速作っていきましょう。ミニ四駆の作り方はとっても簡単。説明書通りに部品を外して組み合わせるだけ。そうすれば簡単にブロッキン G スピードマシンの完成でござる。皆さん、ついに完成しました。ブロッキン G はこちらです。じゃんじゃじゃーん、ブロッキン G。 スイッチの方入れてみます。ちょっとな、スイッチオン。うっさ、超近所迷惑で回って、ちゃんと回った。これダメだ、朝になってちょっと走らせていきましょうね。じゃあちょっとの間おっ、おはようございます。眠いだけど、こいつを散歩させなきゃいけない。1日に1回ブロッキン G をお散歩に行かなきゃいけない。ということで今朝の7時、お散歩に連れて行きたいと思います。はい、ということで東小金井公園に着きました。ここで朝一番ブロッキン G をお散歩させたいと思います。それでは早速ウィン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 行っちゃってください。早速スタートです。さあお散歩に行くんだ。ブロッキン G スタート、スタート。あれあれあれ、バイバイ。ブロッキン G、バイバイ。ただ走らせると暴走しちゃうんで、ちゃんとリールをつけました。ブロッキン G にリールをつけました。それでは早速ね、ここで思う存分羽を伸ばさせてあげたいと思います。頑張れブロッキン G。 うなってます。さあお散歩開始です。それやっと、あ、暴走するんじゃないよ。ブロッキン G、お前は空を飛んだ。世界初めてのミニ四駆だ、ブロッキン G。 皆さん、2014年ミニ四駆は空を飛びます。ぜひ久しぶりに遊んでみてはいかがでしょうか。それではまた来週、またね、バイバーイ。